アジア諸国とレースではアジア諸国のレースの歴史についてもべる。アジア諸国では19世紀半ばに宣教師たちによりレース文化が紹介され19世紀末にはレース産業が拡大しヨーロッパに輸出された。中国での手作りのボビンレース、ニードルレースはヨーロッパの最高級品に匹敵するまでに質が高まった。しかし独自の様式を見出すには至らず。 ヨーロッパの伝統的パターンの模倣であった。1920年代以降、中国のレースはヨーロッパのレースの需要のほとんどを生産した。特にポアンドブリュージュ、ポアンドブニーズ、ネットーが作られた。フィリピンでは古くからスペインフィッシュの輸出産業が知られていた。19世紀末から1930年代までレースと共にパッチワークのベッドカバー、カーテン、 テーブルクロス、ナプキンなどを輸出した。イギリス人により、インドには19世紀半ばに、クリュニー、マルタ、トーション、リールなどのボビンレースが伝わり、インド南部やセイロン島などで生産された。その伝統は、ナーグブル地方やスリランカで受け継がれている。1870年代に、日本政府が横浜に設立したレース教習所が唯一の教習所であった。 他のアジア各国のような手作りレースの輸出産業は発展しなかった。ヨーロッパの伝統的な手作りのレースという概念は明確でなく、編み物特別されないで表現されることが多い。第二次世界大戦以降、欧米に渡航した市場により、各地のボビンレースクロッシュレースクンストレースなどが紹介され、各種テキスト類の販売とともに、カルチャーセンターなどで教習されている。 近年、服飾に機械レースを多用するファッションが流行っており、1990年代までは、下着にしか使用されなかったような種類の機械レースが、下着だけでなく、あらゆる種類の布地の製品に縫い付けられ、一目につくよう装飾されるようになっている。ありがとうございます。